ロー YouTube 下根司のニュースの猫かわにゃ、今日もね、どん深い闇ニュースをお送りします。でっかい運動会が開幕、そんな中ミナノ州しばらく銀座をブラブラ、そう銀ブラするのはおやめなさいと博多ブラブラの中で話題に。今日はですね、暗黒のカードが予言している、なんかありそうな、あの話をしていきたいと思います。まあ皆さんね、でっかい運動会ね、開幕しちゃうんでね、もう諦めてください。これはもう楽しんでいく方向に持っていきたいわけなんですけどもね。まあそんな中ですね、皆さんどうせ好きでしょ?アレミナティカード。ね、今日はね、今更な話題を引っ張ってきて、ね、話題を無理やり作るオミソンの芸術的な手腕を見せつける、そんな回になっております。皆さんこれ見たことありますか?これめちゃめちゃ有名なカードなんですけど、これね、一応内容がですね、二つのでっかい災いが起きるというようなことが書いてあるんですよ。で、まあそうなんだって話じゃないですか。で、このね、このカードに書かれている、この時計台の建物、これがですね、銀座にある和光の時計台にめっちゃ似てるっつって昔から言われてたんですよね。で、まあそれだけだったら、まあ銀座ね、なんかあるのかな。でも別に今じゃないでしょ。だってこのカード一体いつからあんのって話なんですけど、これがなぜかでっかい運動会とガッチングしちゃうという話があります。このですね、手前にいる5人の人たちの服の色が、ね、あの運動会のあの輪っかの色と酷似してるって言うんですよ。そう。これは、このでっかい運動会の最中に、二つのことが起きちゃうんじゃないんですか?in the sky って言ってるってことなんですよね。そして、おいヒゲと、ね、二つって何やねんって話なんですよ。で、これでも一個はすでに起こってるって話なんですね。皆さん今、世界中にはびこっている、はびこりちゃんの、これはすでに災いと言って、ね、いいレベルだと思うんですよね。これそう、もうすでに一個埋まっちゃってると。で、もう一個何が起きるんですかという話なんですよ。この和光の時計台がある。銀座ってなんか起きちゃうんじゃないっていう話なんですよ。で、このことを裏付けるようなことが二つ起こっております。一つは、ここ1ヶ月、東京都内上空には、アメリカの特殊部隊を運んでいるブラックホークが超低空飛行で、警戒をしております。これは何かことが起きるということを事前に察知しているというふうに言われておりまして、これは一つ予兆なんですね。もちろん守ってくれると信じてますよ。信じてますけれども、これは一つのヤバミです。そう、ヤバミ沢ですね。そういうことなんです。そしてですね、もう一個がですね、このね、でっかい運動会の選手の人たちね、運動会の、小学生のお友達たちいるじゃないですか。彼らがね、こう村を形成してるんですよ。この小学生村を。ね、この小学生のお友達が作っているこのヤング村が一体どこにあるか皆さんご存知ですか?これは中央区銀座のすぐ隣に位置している中央区晴海なんですよ。晴海にこのね、お友達の運動会の村があると。ね、これもなんかの予感なんですよ。ここからなんか起きちゃったら、すぐ隣の銀座でもことが起きるって。これやばいってことですよ。これも全てがガッチングしつつあるというやばい情報なんですよ。他にもですね、この、開幕までに、この現在ね、音楽プロデューサーとか、それから、ショーの演出家が急に退任させられるとかね、古くはですね、その森元総理も退任させられたり、いろんなごたごたあったわけじゃないですか。これ全部シナリオ通りで、全部演出っていう話もあるわけですよ。これね、全てこのなんか仕組まれたシナリオの中で話が進んでいて、で、今回このアレミナティカードに繋がってきちゃうんじゃないかっていうどん深闇の話なんですよ。ということでですね、このアレミナティカードが予見しているのは、まさにこのでっかい運動会が始まろうとしている Now で、今で、そういうことなんやないってことなんですよ。これ皆さんどう思いますかっていう。今日はこれちょっとこのヒゲがノストラダムスにみんな見えてきたんじゃないですか?黙れよって話なんですけどもね。まあそういうことでね、このカード1枚でね、こんだけ引っ張れるオミソンすごいって話なんですけども。まあね、皆さん銀座っていうとね、これね、昔銀を作っていた場所なんですよ。これ、江戸時代に銀をね、鋳造してた場所なんですよ。そして、実はですね、金座というものも存在していたということを皆さんご存知でしょうか?この銀座では、大判の小判であるとか、金であるとか、そういったものを生成していたわけなんですよね。そして、その場所は、今、日本の通貨発行になって、
ているニチェ銀ね、ニーチェ銀行のところに、ところが金座があった場所なんですよ。ちなみにですね、この金座っていうのはこの勘定奉行の支配下にあって、藩官藩民の事業団体だったんですよ。これまるでですよ、現在のニチェ銀とほぼ同じ形態なんですよね。なんで現代の金座と言ってもおかしくないこのニチェ銀、なんか闇の動きが見えてくるというのがこれ一つですね、面白い話なんですよ。そしてこのニーチェ銀行が今ある場所っていうのは中央区なんですよね。今ニチェ銀が何してるか知ってますか？今システムをシャットダウンして何かをやってるんですよね。これもね、予兆でしかないってことですよ。このニチェ銀、金座、銀座、アレミナティカード、オミソン。ね、そういうことになってくるんです。これもね、ドンブカヤミ以外の何者でもないということを私はね、断言したいと思います。ということでですね、これちょっとね、なんか起きないように、こう、ぜひね、オミソンのね、お友達の皆さんにはですね、そして恋人の人妻の皆様にはですね、銀座禁止令を出したいと思います。これでお気をつけなさいっていうことです。銀座が世界で一番グルメタウンなことはもちろんオミソンも知ってますし、銀座の寿司世界一ってことも知ってますよ。これもでも、苦肉の策なんでね、ぜひ皆さんお気をつけてくださいということでございます。そしてですね、ちょっとね、一個とんでもない情報がありまして、まあ以前からですね、世界中で、まあいろんなドローンが飛んでるんですけど、とんでもないドローンが開発されてしまったと、ね、ちょっとこう闇の者たちの中で話題なんですよ。これ何かと申しますと、ドローンでね、雲の中に突っ込ませるじゃないですか。で、そのドローンから50度の熱が発せられるらしいんですよ。そして、ね、土砂降りを起こすことができるっていう。これもうまさに、気象のあれがもうね、これ実用化されてるんですよね。土砂降りを降らすことができると。で、これね、まあ、現在はすごいちっちゃいものかもしれないんですけど、これ例えばですね、権力を持ってる人が本気出したら、一個の街を沈めることぐらい余裕なんじゃないってちょっと思ったんですよね。世界中にはね、例えばそのハープであるとかね、なんかこうやばそうなものってあるわけじゃないですか。これついに表のニュースにもこういったドローンでね、できるってことが分かってきちゃいましたんで、もうこれね、何やっても無駄じゃんってことになりましてね、投げやりな人生にね、邁進していく可能性あるんでね、止めたいと思いますね。待て！人生はビューティフル。ということでですね、まあ皆さんのでっかい運動会も始まって、まあ場合によっちゃ夏休みも入ってみたいなね。まあでもどこも行くとこないじゃんつってね、みんな投げやりになってると思うんですよ。そしてね、今日オミソンがね、銀座に行くなとか言い出してるわけじゃないですか。どこ行けばいいんだっていうね。俺んとこ来ないか。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。本日7月23日の夜の10時からライブ配信メインチャンネルで行います。今日はですね、ヒルコ伝説、日本にいる二つの竜という話でやっていきたいと思います。もうすでに面白そうでしょ？ぜひですね、皆さんね、10時にお集まりいただきたいのと、よろしければ始まる前にですね、いいねいただけると、オミソンね、心が安定しますね。オミソンの心の安定のためにも、ぜひいいねよろしくお願いいたします。ちょっとね、最近LINE とかね、Twitter の返信がちょっと返せてなくて、YouTube のコメントとかね、返せてなくて、大変申し訳なく思っております。またちょっとね、気長に待っていただければ、いつか帰ってきますんで、ぜひね、心穏やかにね、昨日この動画ってちょっとね、武田鉄矢さんのモノマネがひどいっつってね、リスナーさんからね、ちょっとね、200件ぐらいちょっと苦情をいただきまして、ちょっとね、本気出せてなかったなってことで、ちょっとね、九州人のプライドがちょっと許さないわけですよね。九州人はね、一家に一台徹夜のモノマネって決まってるんですよ。これも法律で決まってまして、これちょっとね、近々ちょっとリベンジ徹夜、リベ徹をしたいと思いますんで、もうこれぜひ、もうこれ予告徹夜ですよ。これぜひお楽しみにということで、それだけ先に言っときます。昨日ですね、ちょっと近隣にね、クワガタを取りに行ったんですよね。で、クワガタのこの前、人妻ことね、クワガタのメスが家で取れたって話しまして、で、今回ね、キャブトムシ人妻と、クワガタ人妻をね、狙っていたんですけども、ノー人妻でした。ね、ノー人妻、ノーライフって方。人妻の手料理食べたいな。明日も晴れる。